ンネル。はい、株本です。原田さゆりです。はい、新しいゲスト梅津さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、梅津さん、ちょっと今あの喉を負傷しているということで、いやいや声が出しにくいんですけど、普段はもっと明るい、はい、イケイケな感じらしいんで、もうちょっと、はい、通る声でハキハキと喋るやつもいいですよ。私がその分声を張るんで。本当ですか、はい、お願いします。で、梅津さんは、はい、ニトリ。そうです。はい、大好き。家具のニトリですね。そうです、そうです。はい、ニトリにこうどんな感じで内定を取りに行ったかっていうところを、はい、まあ、聞きたいなと思うんですけど、はい、まずそもそもニトリに興味を持ったきっかけって何ですか？はい、興味を持ったきっかけっていうと、その就職活動の中で実はニトリ全く見てなかったんですね。でずっと公務員志望だったんですよ。あ、全然違いますね。そうです、そうです。それで、5月半ばぐらいまでずっと公務員を志していて、途中で急に民間になろうってなったんですね。その時に興味はなかったんですが、その業界研究の意味も込めて最大手のところで、まだ採用やっているところをどんどん受けていったんですよ。その中の一つがニトリさんだったって感じ。一番びっくりしたのが、あのリクルーターさんがついてくれて、そうなんですよ、すごい専属でついてくださって、うん、面接の対策ですとか、うん、そういったことを全部親身に相談を受けてくれてっていうのがありました。それはどの段階でリクルーターがつくんですか？はい、そのリクルーターさんが最初説明会を仕切ってくれるんですよ、うん、その段階で担当にはなるんですね、うん、でそれで具体的にアドバイスをもらうのが、うん、その二次選考前だったりとか最終面接前だったりとか、そういう形になります。なるほど、はい、で一次面接でなんかどんなこと話したんですか？はい、うん、よくあるその基本的な質問を投げかけられましたね、うん、例えば学業で力を入れていたことですとか、うん、私はそのゼミの分野のことを答えるだけだったんですが、うん、あとはその学生時代に、まあ、やっぱり最も力を入れていたこととか、挫折したこと、失敗したことは何ですかっていうような、まあ、よくある質問を聞かれていて、うん、ですからまあ基本的な人間力を問われているなっていう印象は受けましたね、うん、でそれでニトリに入るとみんな一度店舗に行くんですね、うん、店舗ショップ店員として働くわけなんですが、うん、それも考えるとやはりその基本的な対話能力ですとか、うん、人当たりとか表情とか、うん、そういった部分を実は重視してるんじゃないかなという印象を受けました、うん、私は。なるほど、はい、立派ですね。立派ですよ、素晴らしい。で二次面接はどんなことを聞かれるんですか？はい、二次面接はそのやはりその一次面接で聞かれてきたもの以外のことを聞かれるっていうのが基本になってくると思うんですけど、うん、そうなんですね。そうです、そうです。あ、でも今までの他の企業さんって同じこと聞かれましたって、はい、あ、そういう企業もあるんですね、うん、なぜニトリではいけないのかっていう部分をフィーチャーされている質問が多かったと思います。私公務員からその民間に転向したっていうお話はしたかと思うんですが、はい、それ最初に一番実は興味を持っていた業界って化粧品とか美容業界だったんですね。まだ綺麗ですもんね。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございますの言い方ちょっとお姉っぽかったけど。それは喉が痛くて。喉が痛くて。声が高くなっちゃって。はい、それはまたいろいろエピソードがあったり、うん、美容を志すきっかけっていうのはいろいろあったんですけれども、うん、やっぱりそっちに引っ張られてしまってというか、うん、突然選択肢として入ってきたニトリさんだったので、うん、やはり話の節々に美容への興味が隠しきれていなかったようで、うん、そのですので二次面接の方はその美容の方が向いてるんじゃないのっていうようなことをすごく、うん、こんなこと言われるんだっていうようなことを聞かれたりしましたね、うんうんうん、それが二次面接で、そうです、はい、でそれ次が最終ですか？そうですね、なんか人によっては4回だったり5回だったりとか、やはり納得するまで面接をする。二次面接で結構、まあ、納得されてもらったという感じですね。確かに。最終はどんな方と何を話したんですか？あ、はい、最終は人事部のマネージャーの方とお話ししました。あと秘書の方がいたりとかね、結構その立派なお部屋に入っていかにも最終面接という感じでやったんですが、そうですね、内容は二次面接だったり一次面接でも基本的な内容を聞いているっていう前提で話してくれてたので、本当に言ってはなんですけれども意思確認みたいな部分が多かったのかなと思います。ですから二次でその熱意を見せたものよりさらにもう本当にここで働きたいんだというような話だったりとかですと、あと個人的にそのマネージャーさんが、学業にすごい興味があるようでして、ほとんどその話をされましたね。そのニトリの、はい、まあ、例えば
家具がどうとか、はい、そういうところについては結構研究されたんですか？そうですね、まだ正直勉強はそんなにはできていない部分はあるんですが、やはりそのどんなその職種があるとか、商品としての側面って本当にニトリの一部、まあ、最終的には消費者に渡る部分としてはすごい大きいと思うんですけど、もっと例えば貿易の部分も、そうです、そういうところの方が面白くて私はいっぱい調べてまして、はい、私の質問が浅かったです。とんでもないです。立派ですね。立派です。まあ人気企業ニトリ、あの行きたい学生多いと思うので、最後学生に向けてアドバイスがあればお願いします。わかりました、はい。ニトリはすごく逆算的な思考というか、目標とか夢を大きく掲げている人、野心がある人をすごく求めているような印象を受けたので、そういったものを語ってこれる人がいいのかなと思いますし、ニトリの会長さんが言っている言葉なんですけども、その自分の成長のために会社を大いに使ってくれっていうふうに言ってまして、ですからその会社のために就職っていうよりは自分のために就職っていう気持ちを持って行けばいいんじゃないかなというふうには思います。ありがとうございます。じゃあ本日はここら辺で、ありがとうございました。ありがとうございました。